太陽景気の講義は、ジョセフライトが描いた絵画。この絵は少人数の聴衆に対する太陽景気の実演講義を描いており、彼の空気ポンプの実験に先立つものである。ろうそくの光のもとで、剣闘士の彫刻を見る三人の人物、空気ポンプの実験。この絵は18世紀後半における、元米でフランス崇拝に陥った。 ジャンルのヒエラルキーという硬直化した部門分けに反旗を翻した多くのイギリス絵画のうちの一つである。その頃の他の絵画は古典的あるいは神話的な主題を扱った歴史絵画と同じように真面目に見てもらえることを絶望していた。太陽景気と空気ポンプの主題はある意味で風俗画と似ており、概ね中流階級の肖像画というスタイルになっている。 しかし描かれた人物たちの厳粛な様子、その誰の姿も、肖像画として見られることを意図していないように思われる点から、この絵を風俗画とみなすことはできない。20世紀の美術史家、エリス・ウォーターハウスはこれらの絵を、デュニ・ディドロとカロン・ド・ボー・マルシェが定義し、エジャトンが支持した現代フランス演劇の、ジャンル・サーという視点と比較している。当時の特命レビューは、ライトを、 独自の道を行く、意外かつ稀な天才と呼んだ。ライトの最初の職行が、ろうそくの光の下で、剣刀師の彫刻を見る三人の人物は1765年に描かれた。これには、剣刀師の小型のレプリカを観察する三人の男性が示されている。この絵は高く評価されたが、次の太陽景気はさらに大きな反響を呼んだ。なぜなら、 画面中央の古典的主題を自然科学にまつわる主題へ置き換えてしまったからだ。科学における奇跡がもたらすライトのイフの描写は、その種の神秘の絵画表現が宗教的な出来事にのみ許された従来の伝統を打ち破るものだった。ライトにとってその科学技術時代の脅威は偉大な宗教絵画の主題と同じようにイフを呼び起こさせるものだったのだ。太陽景気は、 注文を受けて作られたのではなく、おそらく第5代、フェラーズ伯爵ワシントン・シャーリーに買われることを期待して描かれたのかもしれない。伯爵は自ら太陽経気を所有するアマチュア天文学者であり、ライトの友人ピーター・ペレス・バーデットは、ダービー・ジャーに滞在するときは伯爵と過ごしていたのだった。フェラーズ伯爵はこの絵を210ポンドで購入したが、第6代伯爵はこれを競売に出し、 現在はダービー博物館、美術館が所蔵している。そこではこの絵が常設展示されており、すぐ近くには実際に動作する実物大の太陽経儀の複製品が置かれている。この絵の中でノートを取っているのがバーデット太陽経儀の隣に息子と座っているのがフェラーズ伯爵の肖像と考えられている。ライトの電気作家ベネディクト・ニコルソンは ジョン・ホワイト・ハーストが講師のモデルであると1968年に記している。一方、ゴドフリー・ネラーが描いたアイザック・ニュートンに似ていると主張する者も,もいる。絵の中の顔をそれぞれ主催に調べた結果、検討士でも空気ポンプの実験でも、触光の情景はリアルに描かれている。触光の下で彫刻を鑑賞することは、輪郭がはっきり見え、光の瞬きと共にある。 種の動きさえ感じさせ、ゲーテによると上流階級の足並みであった。太陽経義の実演において、太陽を表現するランプが投げかける影は、その展示において不可欠の役割を果たしている。しかしただ一本のろうそくによって照らされた室内で空気ポンプの実験を実演するのは、劇的な効果を高めるという以外に意味はなさそうである。 シャルルアメーディフィリップ・バンローも後年その主題でように転生作しているが通常のライティングで描いている。ありがとうございます。